고간의 대라 은하바라 深く くくり 다레바 一本の 木の ただ 追い登れ 勝負しろ! Oh!
前は名馬だ。かけろ、かけ。加減はせんぞ。Ах, тут нас, самурай! モダの噂は聞いていましたが、生き延びたのですね。どこで捕まった？カシネの浜ですが、今や猛虎の船の泊まり場です。今度での戦に備え、船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。こっちだ、影。いい子だ、影。すまない、仕方なかったんだ。
勝負! 発射 4초 続出다! さあ 알리! 불길! Ah!
堺。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。出雲へ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば、良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を技で返したゆえ罰したのだ。お辛かったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。的に見立てたのか。先生、猛虎です。Shit!
かなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。何でも持つぞ。気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。
けてくれ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。お前ほどの馬はいない。走れ影。巴の消息は。日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。
わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。お前には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだろうな。あなたの意志とは思えません。そうか。なぜそう思うのか。女子と恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたよ。お主のおじ君は大層愉快なお人だ。そろそろだ、用心しろ。勝負しろ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼす。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ。孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。
トモエはいかにして弟子に。追い返そうとは。だが次から次へと的に矢を当てよう。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不可だ。だが矢を外すときにためらう。状況だけは。天賦の才か。殺しの才。気づくのが遅すぎた。走れ、待て。いるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。モーセ、石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。
村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、いい子だ。酒井、手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。
村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一冊で参る。
ずまずの敵だ。造作もない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。どこだ？来るさ。援軍が。奴らをメイフに落としてやれ。気負ったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。
結局あやつにも裏切られたかな。ヒロノリの罪も償えず、トモエの心も変えられず。しかし、日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが、トモエの後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。坂井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に囚われておいでだ。ご心配なく、辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。よし、影。影、さあ。ここだ。
逃がしてやる。もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、やつら道沿いに八重を敷いて待ち伏せてます。やつらを退けるま。生き延びような。走れ影。我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。弓を強くいたしませんか。長尾忠頼様も羨む弓です。また来よう。この弓で猛虎を懲らしめて。この調子はどうだ。笹の葉で先人たちを飲ませた。もし太刀のお手入れをいたしませんか。で一人残ることなく、はあ、どうして神社に参らせてくれないんだろう。
ジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は脳なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。動いた。では後をつけると。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきた。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。
チロウ、マヌケな男よ。村尾の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ、今日はフミしか持ってないぞ。はぁ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へぇ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしだ。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した賊は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前もしょびりすぎると賊に襲われるぞ。木こりの家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何、すぐにわかるさ。さあ来い。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は酒井。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。Thank you.
侍様、ここを通ってはなりません。チェン、武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。津島にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご夫もそこで得られるためでしょう。
て。
Huh?
いい子だ、影。小牡田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。どうかお気をつけて。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。
ここだ。ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それともワコードの魅力で落としてみるか。女は中だ。お待ちを。酒井様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。
館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編チームそちらの精鋭を出せ。助けて。押させるものか。すげえ、ダクソペン。血が止まらない。
な。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞男がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。てこい。害を受けたか。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、分かった。見ておこう。
来い。開けろ、鍵。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。また遠心の横話か。あいつが本当に知ってることは文字も読める。カラクニの王はみんなハーンのしもべになり下がって俺はここだ。発射役長、続出だ。
金、材木、布を扱います。どうぞご覧ください。恐れながら数が足りませんね。これほどの品はありません。さあどうぞ。お目が効きますね。礼を言う。目的を手に入りにくいものが揃ってますよ。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。手伝いできることは。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。走れ。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。聞こえた。行くぞ。近くにいる。今行く。
妻も弟も殺し合って、己の罪で死んだのだ。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。 クズ。 殺したのですか？ マサコ殿、奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれが容易かった。 ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。 お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では兼田の村で待っておるぞ。